新年明けましておめでとうございます。はい、お正月でございます。お正月、はい、いいですね。今年もちゃんとお正月、よろしくお願いします。よかった。令和6年6年、2024年ですね。はい、はい、ありがとうございます。今年もね、よろしくお願いします、ね、いい年になりますようにお祈りしております、ね、本当ですね、本当ですね。いろんなことがあります。いろんなことがいいニュースを期待して、ね、そうですね、いろいろいいことありました ね, ね, ね、いいこともありましたけど、まあね、よくないことの方がちょっと多いかなみたいなね。お願いしたいと思います。いいことばっかりね。そう、はい、あ、これね、1月の花、ああ、1月の花って結構難しいですね。あんまりない、ないわけですからね、うん、ということもあって、ね、門松ちょっと苦しいですけどね。ちょっと苦しいですけど、ね、でもまあ、お正月ですからね。お正月、お正月の音が聞こえてきますね、はい。聞こえてきますね。日本のお正月ですね、これね。ですね、本当にね、はい、いいと思います。本当にね、はい、はい、皆さんもこうね、あの良い一年になりますようにね。まあ、はい、新年ですからね。そうですね。こう体について関心を持って行動する年にしていただければと思います。はい、そうですね。あ、そうですね、いいですね。はい、うまくまとめていただいて、はい、はい、さすが。はい、あ、違うか。あ、今日の、今日の話、今日の話、今日の話をね。今日のお話ですね。ですね、骨粗鬆症の薬のお話を、うん、ね、以前に、ね、2年少し前に、はい、あの、薬の話をまとめてしましてですね、で、まあ、あのもう結構2年以上経つので、うんうん、ね、ちょっとこうアップデートした内容をというふうに思っております。変わった部分もありますよね、うん、はい、ただね、新しい薬って、はい、それから1個しか出てないんです。あ、そう、そういうことですね。まあ、あの大部分、ね、あの前の内容を、はい、踏襲といいますかね、はいはい、あのおさらいみたいなことになってますけども、はい、でも、まあ、あの医者が自分たちが、うん、あのどんなふうなことを考えながらこう薬の選択であるとか、うんうん、こうどういうふうに続けていくかみたいなことを考えているのかという、まあ、変えたりなんかもしなきゃいけないものもありますよね、場合によっては、ね、はい、というようなことも含めて、ね、はいはい、お話をしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、楽しみにしてます。体操の方は、はい、体操の方は何回か続けてやっていた、はい、あのながらロボ、ながらロボトレね、あ、まあ大好評だったのかなのか分かるんですけども、はい、面白い、面白いけど、ね、面白かったですけど、ね、あの前回ね、はい、一緒にやってる方は面白かった、ね、やってる方は、ね、めちゃめちゃ、はい、あ、でもめちゃめちゃ、そばで見てる方も面白かったですまあ、ね、あのずっとね、はい、続けるわ、はい、あ、まあ、じゃあ今日が最後、今日が最後ということで、はい、貴重ですね、貴重、もう最終回、ね、ながらロコトレの最終回、はい、はい、はい、というわけで、はい、そうですね、あ、そうだ、これが36回目ですね、36回、3年ですもんね、3年、はい、そう、すごい、ね、丸3年になりますね、丸3年になりますね、はい、まだまだ、まだまだ、これからコツコツと、そうですね、体操と一緒ですよ、コツコツと続けて、そうですね、はい、頑張りましょうということで、はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。どうも、はい、こんにちは、どうも、第36回生き生きロコモチャンネルミニ講演会ということで、今日はですね、骨粗鬆症の薬の処方の考え方ということで、考え方と言ってもちょっと考えるのは処方する側の、医者じゃないかということで思われるかもしれませんけども、まあ、あの骨粗鬆症でよく使う薬の、内容とか、のことと、それから医者がですね、どういうふうに考えながら、何を思いながら薬をの選択をしているのかというのの、ちょっとしたこう内容をですね、あのお話したいと思います。で、もちろんこれはあの、まあ、全ての医者が 100% そう思っているかどうかとかっていうことにもならないかと思いますけど、まあ、大体あの、今の、まあ、主な、まあ、傾向みたいなぐらいに考えていただいていいかと思います。で、実は骨粗鬆の薬のお話はですね、第7回のこの生き生きロコモチャンネルで、お話をして、おります。もう2年数ヶ月前になりますけども、でその時に骨粗鬆の薬をお話しして、でそれから少し、まあ、2年経ちますので、バージョンアップした内容と思ってで、お話をしようと思っております。ただあのこの2年でですね、新しい薬というのは、出たのが一つだけなんですね。なんで、まあ、あのそんなに大きな変わりはあのその頃とないんですけども、で薬のそれぞれの内容のお話と、あと考え方のところをですねお話したいと思いますので、あのぜひ最後まで聞いていただければありがたいかと思います。はい、それでですね、まあ、ちょっと基本的なことで、で骨形成、まあ、骨を作る作用と骨吸収、骨を溶かす作用、まあ
あの骨代謝とかリモデリングって言いますけども、ずっと骨って新陳代謝をしてるんですね。で、古い骨を溶かして新しい骨を作るということを一生してるんですけども、で例えば女性の場合閉経の時にですね、骨吸収が増えて骨形成が追いつかなくなる、でだんだん、骨粗しょう症、骨が弱くなっていくということが起きていきます。なので骨粗しょう症の薬はですね、主に骨吸収を抑制する薬か、あるいは骨形成を促進する薬が中心ということになります。で骨吸収抑制薬として、この3つ、ビスホスフォネートサームって読みますけど、あと抗ランクル抗体って読みますけど、もういきなり難しいですね、すいませんね、とあと、骨形成を促進する薬、これが副甲状腺ホルモン薬で、あと骨形成を促進しながら骨吸収を抑制するという、のが、ロモソズマブ、これ抗スクレロス新抗体という系統ですけどもあります。でこの5つが主要でですね、であとそれにビタミン D とかビタミン K とかカルシウムを足していくということになります。骨の薬が全部カルシウムだって思っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、そんなことなくて、カルシウムはもちろん大事なんですけども、いろいろ他にあります。じゃあこの、上の5つについてですね、ちょっと順番にお話をします。でまずあのビスフォスフォネートですけども、今あの、この系統で、5つの種類の薬が使われています。で、まあ、一般名っていうのは、まあ、薬のその、化学名みたいなものですね、まあ、アレンドロン酸、リセドロン酸、ミノドロン酸、リバンドロン酸、ゾレドロン酸というような名前で、商品名というのがあの製薬会社が、まあ、その薬につけた名前ということになります。で、アレンドロン酸だったらボナロンとかフォサマックとかで、まあ、あの2つの会社から出てますので、まあ、2つの名前があるっていうのはそんなことになります。で、ものは同じですっていうことで名前が決まってるんですけども、あと1つあの今あのジェネリックってありますね、後発薬ですね。で後発薬は今この左側の一般名にその、後発品ジェネリックの製薬会社の名前がついたような名前で処方されることがありますから、まあ、なんで、この一般名と商品名を両方あの分かってれば、例えば何か薬を処方された場合に、この薬が何なのかというのが大体分かるということになります。はい、それ でビスフォスフォネートというのは一般にですね、起床時朝起きてすぐ飲む薬です。であの右側にですね、服用注射方法というのが毎日とか週に1回とか月に1回点滴とかですね、でいろいろあの、一番下なんか年に1回の点滴ってなります。で基本的には骨に沈着して効果を発揮する、骨が溶けていかないように防ぐ薬なので、毎日飲んでもいいし、週1回でもいいし、月1回でもいいし、ものによって1年分まとめて骨にくっついて骨を守るというようなのがあるというわけです。はい、であの、で、この薬の特徴ですけども、ビスホスフォネートは内服や注射で体内に入ると1日以内に大部分が骨に吸着しますということになっています。で血液中からは、1日以内に全部なくなってしまう、全部骨にくっつくというふうに思ってください。でこの薬が吸着した骨を破骨細胞、骨を溶かす細胞が、溶かすとですね、破骨細胞自身が自滅してしまったり、細胞死って言いますけど、機能が失われてしまうということになって、それで、骨吸収を抑えるという、そういう働きをします。でその結果骨密度を増やして、骨折を予防するという働き方です。大体、臨床試験では平均1年間で 5% から 10% の骨密度増加効果があって、骨折を半分に減らすことが分かっています。でこの骨密度 5% から 10% でどれぐらいかっていうと、例えば運動1年頑張りましたって言って、それで上がるのが平均 1%、2% と言われています。なので 5%、10% 増えるのは結構なことなんですね。まあ、その結構なことをこの薬がやってくれるということになります。で、服用は朝起きてすぐにコップ1杯の水で服用して、服用後30分または1時間は横にならないようにします。薬によって30分だったり1時間だったりします。で、食後に飲むと食べ物の中の食物中のカルシウムと結合すると、吸収されなくなるの で、食後には飲まない、朝起きてすぐ飲ん で朝食まで、時間を空ける必要があるということで、こういう飲み方になるわけです。はい、朝起きてすぐ飲む薬または注射ということになりますね。
はい、次サームという、呼ばれている系統です。でこれは、ラロキシフェンバゼトキシフェンで商品名はエビスタビビアンと。でこれはあの普通に、毎日1回朝でもいいし昼でもいいし食後でも食事後じゃなくても何でもいいっていう飲み方が大丈夫です。まあ、普通は朝食を飲みますけどもね。でこれに対してエストロゲン女性ホルモンと同じような作用で骨を強くします。で、サームは、選択的エストロゲン受容体作動薬の略称ですということで、でこれあの、まあ、英語で言うと、セレクティブエストロゲンレセプターモジュレーター選択的エストロゲン受容体作動薬というふうに、まあ、それでサームというふうに言いますけど、まあ、名前はまあちょっと難しいですけど、まあ、サームですね。でこのエストロゲン女性ホルモンは骨吸収を抑える働きがあって、閉経期からその分泌が低下するため、骨が急に弱くなっていきますと。でこれが閉経後骨粗鬆症で、女性ホルモンってあの骨吸収を抑えて骨を強く保つ働きがあるんですね。まあ、ただ閉経になるとそれが減っていくので骨が弱くなるということになります。はい、でこのサームはですね、骨のエストロゲン受容体に結合してで骨に作用して、骨吸収を抑えるで、骨質を改善するというふうに言われてます。なので女性ホルモンをですね、飲んだのと同じような作用を骨にするということですね。で、骨密度はちょっと少なめですけど 3-5% 増やします。ただ、骨折を半分から7割程度に減らすことが分かっています。でこの薬の特徴はですね、乳がんの発生を半分以下に減らすということが、臨床試験で分かっています。であと女性ホルモンもそうなんですけども、コレステロール低下、効果があります。で女性ホルモンそのものを長く飲むと乳がんが増えるというような結果になることがあるので注意なんですけども、このサームはもともと乳がん予防薬から出た薬なので、乳がん予防をしながら、骨を強くするという作用があって、まあなんか結構いいなという薬ですね。はい、次です。で次が、デノスマブといいます。まあ、抗ランクル抗体ということでですね、で、破骨細胞、骨を溶かす細胞の形成や機能発現に不可欠なランクルという、タンパクがあるんですね。でこれが骨芽細胞が出して、でそのランクルが、破骨細胞にくっつくとですね、破骨細胞が、機能発現すると。でそのこのランクに対する抗体がこのデノスマブなんですね。でこの抗体がランクに結合することで破骨細胞が形成されなくなったり、骨吸収を抑えて骨量を増やすということになって働きます。でこれも骨密度をビスフォスホネットと同じように 5% から 10% 程度増やして骨折を半分に減らす、という効果があります。で一般に抗体というものは、まあ、いろんな抗体が体の中に皆さんあるわけなんですけども、血液中に長く維持されるので、これは6ヶ月に1回の注射で、いいということになっています。でなんで、まあ、強い薬だからというのではなくて、まあ、抗体薬ってそういうことなんですね。まあ、6ヶ月に1回だったり、まあ、月に1回という抗体薬もありますけども、このデノスマブは6ヶ月に1回です。はい、でこれを使うとですね、血液中のカルシウム濃度が低下することがありますが、ただ、ビタミン D 薬、まあ、活性型ビタミン D を併用することで低カルシウム血症を防げるので、まあ、大体併用してれば大丈夫というふうに考えていいかと思います。であとこの薬しばらく使ってて急に中断すると、やめた後に急に、骨が弱くなるということが分かっています。で使って増えたものが大体パタッとやめると1年で元に戻るというふうに言われています。でこれは破骨細胞ができないようにブロックされてた破骨細胞の前駆細胞がですね、これやめることで一挙に破骨細胞に育ってしまって、でバクバク骨を食い出すということになるの でなので、それを入っていくのを避けるためにですね、中断の後は必ずビスフォスホネートを、まあ2年ぐらいが一般的かと思いますけども、飲むようにして、半年に1回の注射デノスマブはやめてそのままほっとかないということが大事です。でランクルというのは、レセプターアクティベーターオブニュークリアファクターカッパベータライガンドの略ですということで、まあ、これ言っても何なのか全然分かんないですね。はい、まあ、これはまあ、そんなものだということで、はい、で次がですね、副甲状腺ホルモン薬ですね。これは、テリパラチドと言われているものと、それからアバロパラチド、このアバロパラチドが、この2年間で、2年半2年前に、まあ、内容なかったんですけども、
その間に、発売された薬です。でテリパラチドの方は、フォルテオテリボンで、アバロパラチドがオスタバロということになります。であとはテリパラチドの、まあ、後発薬バイオシミラーって言いますけども、後発薬が出ててそれはテリパラチドの名前で、出ています。でこれは、毎日の注射とか、週に1回とか週に2回とかそういうような、注射の仕方でします。毎日の分は自己注射になってますね。でこれは副甲状腺ホルモン PTH って言いますけどもの有効なアミノ酸配列を薬にした注射剤です。何かって、まあ副甲状腺ホルモンタンパクなのでいっぱいアミノ酸がつながってるんですけども、で全部で80ちょっとのアミノ酸がつながってるんですけども、そのうちの、34個のアミノ酸部分をですねが、それが骨を強くする働きがあるの でそこを使っているというような、注射剤です。でこの注射はですね、骨芽細胞、骨を作る細胞の機能を高めて、骨形成を促すということになっています。はい。で、これは骨折の危険性の高い骨粗しょう症、まあ、ちょっと弱いぐらいでは使わなくて、結構骨が弱くて危ないなといった時に使う薬ということになっています。であと投与はですね、生涯で24ヶ月まで、これアバロパラチドは今18ヶ月ですけども、1日1回または週2回自分で注射するタイプと週1回通院して注射を受けるタイプがあるということ で生涯で24ヶ月という縛りがありますので、なのであまり若い時に使っちゃうとそれで使えなくなるということもありますし、若い時にすごい弱い人はまあ使う場合もありますけども、ちょっとまあ生涯で2年だということで、なっております。でこれはですね、背骨の骨密度を上げる効果がすごく高いです。であと圧迫骨折をした時にですね、その痛みを和らげる効果、あと骨折を早く治す作用があることもよく知られています。なので骨を強くしながら、骨折の治癒を促進するというようなこと、まあ、骨折を早く治すためには保険では使えないんですけども、まあ、圧迫骨折を起こして骨が弱いし、なかなか治りが悪くて痛みが続くといった時に結構積極的によく使われますし、特に圧迫骨折を予防するためには、この薬を使うことが多いです。で、アバロパラチドというこれ新しい薬ですけども、まあ人副甲状腺ホルモン関連タンパク、これ副甲状腺ホルモンそのものじゃなくてですね、副甲状腺ホルモン関連タンパク、PTHRP、 PTH リレーチドプロテインと言いますけどもの、まあ、同じような配列をしているんですけどもの有効なアミノ酸配列を薬にと注射剤です。でまあ、概ねテリパラチドとよく似た基準で骨形成を促しますということになっています。はい、次いきますね。で次は、ロモソズマブということで、これは抗スクレロス進行体、これはもう一つだけです。ロモソズマブで商品名イベニティで、後発薬はありません。で、月に1回皮下注射をします。で、これはですね、スクレロスチンというものがあります。これは動かないでいると骨が弱くなりますけども、まあ、じっとしていると骨が弱くなりますね。でこれは、骨の中にですね、たくさん骨細胞という細胞があって、でそこから分泌されるスクレロスチンというタンパクがあって、でそれが骨の表面の骨芽細胞に骨を作らなくてもいいよという信号を伝えるという仕組みがあって、それで動かないでいると骨が弱くなるんですね。で骨の中に骨細胞がいっぱいあって、でそれがこう動いてるか動かないでいるかを感知できるんですね。でそれが、スクレロスチンを出すと骨の表面で骨を作ろうとしている骨芽細胞が、お休みしちゃうという、そういうことです。でこのロモソズマブはそのスクレロスチンに対する抗体で、なので作んなくても栄養刺激を抑えるので、で結果的に骨形成作る方を促して、で骨が溶けていくのを抑制するという、そういうことで骨密度を結構大きく増加させるということになっています。でこれは1ヶ月に1回通院して病院で注射を受けて、で12ヶ月続けます。12ヶ月だけです。で腰椎の骨密度を1年 15% 増やしたという臨床試験データになっていますので、まあ、一番たくさん上げるということになっています。まあ、ただ心臓や脳の血管の病気、まあ、心筋梗塞とか脳梗塞とかですね、というのを起こした後の人はちょっと控えておこうということになっています。あと、まあ、
すごい高齢の方で、の場合、まあ、大体薬ってそうですけども重篤な副作用が出るのはやっぱり高齢の方が多いので、まあ、注意しながら使うということに、そういう高齢の方にはそういうことになっています。はい。でですね、で今5つ の, 薬のお話をしましたけども、だいたいざっくりどんなふうな使い方をしているかというのをですね、お話ししますと、で、サームというのは、ですね、女性ホルモンみたいな働きで、マイルドに骨を強くするということになりますので、比較的年齢が低い人、それから骨密度がまだ結構そんなに低くなってない人で、圧迫骨折がないか少ない人とかに使うとちょうどいいという、だからまあ年齢と、まあ50代60代か70代前半ぐらいまでの人によく使うことが多いです。でビスホスオネートは結構強力に骨吸収抑制をするので若い人にも使うことはありますけれども、どちらかというと、まあ70以降ぐらいの人が多いです。で若い時であんまり骨吸収抑制剤を使ってその新陳代謝を止めてしまって、でその後骨に残ってしまうこともある薬なので、まあそんなに、まあ、だから害があるというわけではないんですけども、まあ、比較的年齢高いと。で、抗ランクル抗体、デノスバブはですね、大体ビスホスと同じような感じの年齢層に使います。で抗スクレロスチン抗体ロモソズマブはですね、これいろんな考え方があるんですけども、先ほどの脳梗塞心筋梗塞の後の人はやめようとかですね、あと年配の方は、まあ、ちょっと副作用が多いかもということで、あるので、まあ、一番これは、自分の考え方がですけども、60代とか70代の前半でものすごく骨が弱い人というのがあるんですね。遺伝的に弱いとかということ で, でそういう場合にその時に骨を強くするというのを使うと、副作用とかほとんど何も出ないですし、で、骨が強くなって、で強くしたところでそれで今度骨吸収抑制剤使ってそれを維持していくみたいな、ことで使うことが多いです。で、あと副甲状腺ホルモン薬ですけども、でこれは生涯で2年間ということになるので比較的年齢が高い人たちに使うことが多いです。で一番いい使い方が圧迫骨折がいって多くて、次のがもう本当に圧迫骨折のリスクが高そうで腰痛が続くとかですね、そういったような、年配の方に使うとですね、もう骨折の抑制率はすごい高いので、これはいいということになります。大体そんなふうなことを考えながら、します。であと、活性型ビタミン D をですね、大体併用したり、することが、多いですね。はい。で、割とこうもう一つ年齢とか以外にですね、考え方、自分の考え方というのを含めてですけども、みんな当たり前ですけども加齢とともに骨密度が減っていって骨折リスクは増えていきますと、それを防がなきゃいけないと。で骨の薬、今お話したように結構効果が高いんですけども、1年間で骨密度3から 15% 増やしますが、それがずっとと、続けられるわけでは、ないということになります。例えばですね、ビスホスオネートは最初の1年間は効果が最も高くて、5% から 10% 上がりますけども、その2年目は大体その半分ぐらいなんですね。で3年目は大体そのまま維持ということで、大体そういうふうに推移していくことが一般的なので、限界があるんですね。で副甲状腺ホルモンは生涯で18から24ヶ月しか使えないというルールがありますし、でなのでその限界があるためにですね、大きく減らないようにすることが大切。つまりすごい少ない人が、骨は薬で増えるんですけども、増えてじゃあ60% よく、若い人兵器の何パーセントって言いますけど、 60% の人がじゃあ薬使ったら必ず 80% になるかとかいうか、糖尿病の人が薬使ったら、よくなりますというのはちょっと話が変わって、そこまで強くならないんです、さすがにね。なんで、骨密度を増やすことは、大事なんだけども、やっぱり大きく減っていかないようにすることが大事というふうに思ってください。つまり若い時に、
例えば50代とか、まあ、せめて60代で自分の骨がどれぐらいかというのを骨密度とか測ってちゃんと把握しておいて、で弱い人は早い時期からやっぱり、まあ、さっきのサームとかは安全に長く使えますので、使って減っていかないようにする、まあ、ちょっと増えた状態で維持すると。でそれで今はですね、骨形成促進薬を使って上げといて、それから骨吸収抑制薬を使って維持して、それからほとぼりが冷めた頃にまた骨形成促進薬を使うという蓄次療法って言って私たちは呼んでますけども、でテリパラジドは生涯で2年間ですけども、ロモソズマブは反復の利用が可能なので、ロモソズマブを使います。で1年間使って上がったとこで、そこでデノスマブを2年間ぐらい使って減らないようにする、まあ、その間もまた増えていきますけどもね。で2年間とか3年間デノスマブ使って、その後2年間ぐらい今度ビスフォスネートを使わないとまた減っちゃうので使う。でそれで、そこまでワンセットにして、で少し間を置いて、でまたロモソズマブから始めるというようなことをしていると、例えば60代でめちゃめちゃ弱い人が、75歳とか80歳とか、まあ、本番といいますかね、本当に圧迫骨折とか大腿骨筋骨が心配な状態の時にちゃんと 骨が強くなるように、まあ10年とか15年とかのスパンで考えながら、自分の骨を強くしておく。で50代の人が多少骨密度低いからってすぐ折れるわけじゃないので、ただ将来のためにですね、早い時期から、薬を使う、まあ、運動栄養もちろん大事なんですけどね。というわけで早い時期に骨密度低下を早くして把握して、でサームなどを、長く使っても心配ないような、まあような薬を使ったりとかですね、まあ、いろんな薬を使い回しながらですね、減っていかないように見守ることも大切で、それで、まあ、増やしていくということを考えていけばいいかと思います、はい。で最後に、骨の薬の副作用のことで、活性型ビタミン D は、血液中のカルシウム濃度が上がることがありますので、特にエルデカルシトールという薬はですね、ビタミン D の中で効果は高いんですけども、まあカルシウム濃度が上がりやすいので1年に1回ぐらいは血液検査をすることが勧められていますということで、まあ、ちょっともし機会があったら、カルシウム大丈夫ですかねって言って先生に聞いたらちょっと測ってくれたりするかもしれません。でサームは副作用少ないんですけども、1万人1人ぐらい の割合でですね、静脈血栓症、まあ、いわゆるエコノミークラス症候群の、ですけどもが発症することがあります。で本物 のふくらはぎとか肺塞栓が起きることはめったにないですけども、大きな血管では少ないですけど、目の網膜の静脈とかでもやっぱり同じようにできることがあるんですね、まあ、なんで視野が急に白くなったり見えにくい感じになったらですね、サーム飲んでる人で、眼科にかかって、まあ、眼科で見てもらって、まあ、静脈血栓が小さいのがあるよと言われたら、まあ、それとか薬とかを飲むと割とすぐに収まってしまうことがありますので、ちょっとそれだけ知っておいてください。でまあ、ただすごい少ない副作用なので、処方の時にわざわざそんなことがあるかもしれませんって言って、言わない場合が多いです。はい、それぐらい少ないです。でビスフォスフォネートは食道炎、胃炎などの消化器の症状が出ることがあるので、ありますと、まあ、空腹時で飲むのでどうしてもそうなるんですね。で食道でとどまると食道炎を起こすので、それでコップ一杯の水で飲んで、ぐうぐう寝ないということを、気をつけてください、まあ、ただだいたい胃の症状が出るのは1割くらいの方 で注射点滴は全然ないので、まあ、もし胃が弱い方は注射点滴のビスフォスフォネートという選択肢もあります。であとビスホストネードとかデノスマブはですね、長期間短い期間であまりない、2年未満ではあまりないとは言われてますけども、3年から5年以上あるいはもっと長くですね続けてると、顎骨壊死、顎骨骨髄炎、これ第35回のこの回で詳しくお話ししましたけどもが起こることがあります。で発生率は、1000人から1万人、まあ、大体1000人に1人ぐらいと思ってください。少ないですけどもないわけではないと。なんで一番大事なことは定期的な歯科チェック、顎骨壊死っていうのはその、骨髄炎と見分けがつかない状態が多いので歯の中がきれいだと、なりにくいんですね。なのでデンタルチェックをして歯をきれいにしておくということが大事です。であとそれと、顎骨壊死と同じようにですね、長期間続けると非定型骨折って呼んでますけども、非定型、何が非定型かっていうと普通
骨が弱くなると大腿骨の、足の付け根を折りやすいんですけども、これは真ん中辺とかちょっと下目を折るんですね。あのちょっと下目というのは付け根よりちょっと下目の、まあ、骨幹部のところを折るの でそれがあの、骨の新陳代謝がすごく抑えられた状態で起こるこの骨折はですね、治りが悪いんですね。なんで、軟質性の大腿骨骨幹部骨折を起こすことがあって、なのであんまりあの10年とか15年とか漫然と、飲まれている方はちょっと気をつけた方がいいということになります。で、デノスマブ、ロマソズマブは、低カルシウム血症を起こすことがあって、テリパラシドは高カルシウム血症を起こすことがあります。まあ、これはあの大体処方する医者の方も分かっていますので、採血をしながら、まあ最初1回取っておいて大丈夫だったら大体その後も大丈夫ですので、まあ、毎回毎回採血することはないですけどもね。であとあの腎機能のことで、もともと腎機能が悪い場合はビスホソネートや腎機能が、ビスホソネートで、腎機能がさらに悪くなったりとかですね、あと、腎臓が悪い方は、カルシウムの調節が、ちょっと悪くなるので高カルシウム血症になりやすかったり低カルシウム血症になりやすかったり、することがあります。まあ、なので、一般的にですね、まあ、直接腎臓に悪そうな薬はビスホソネートだけかと思います。でただあの他の薬もあのカルシウムが上がったり下がったりするので、全ての骨の薬、高カルシウム血症低カルシウム血症に注意しましょうということになってますね。はい、でなので、ざっくり言うと一般的には骨の薬は、副作用が少なく、これは大体臨床試験3年やるので、3年間飲んで大丈夫だったことが大体分かって、それで市販されるので、なんで、長期間服用、長期の服用が大体安全にできると思っていただいて間違いないと思います。でかといって、今お話したようなこともありますので、注意することは注意しながらしっかり続けていきましょうということで、お考えください。はい、というわけで、骨粗鬆症の治療薬のことを知って、こうもらった薬がどんな薬なのか、どんな機序なのか、どんな作用なのか、副作用どうかなどを知っておくことは、良いことです。でこれはあの骨粗鬆症の薬だけじゃなくて他の薬もですね、あのいろんな薬がありますけども、あの薬のことを、もらってない人がわざわざ勉強することはないかもしれませんけど、ご自分が飲む薬、あとはもらった薬ですね、あとなんか病気に、こうなったとか、そういう時にですね、どんな薬が使われているのかとかいうこと、勉強すると結構面白いことはたくさんあります。で薬っていうのは結構こう、医学研究の集大成みたいなところがありますので、いろんなこう背景があってからできている薬が多いので、そういうことで、今日のお話もですね、知っていただければと思います。で、骨の薬はですね、骨密度効果と骨折予防効果が実証されています。実証というのは通常、3年間、飲んでもらって、本物薬と、偽物薬飲んだ人を比較して、でちゃんと骨折が減ったということが証明されているんですね。なので服用する価値は十分あると思ってください。でただビスホソネートとかですね、漫然と続けることは良くない場合もありますので、10年以上とかですね、飲んでる場合はちょっとお気をつけください。であと医者はですね、薬出すときに、いろんな状況を考慮して、薬を処方することが一般的です。患者さんの状況であるとか体の状況であるとか、血液検査の結果であるとかね、なので、今回こんな考え方で使ってますよという話をしましたけども、それとまたなんか違うような処方のされ方がしてても、それはまたその先生がお考えになってされていることだと思いますので、一概に違うよって言って、違うからおかしいっていうわけではないかと思いますので、その辺、落ち着いた考え方をしていただければと思います。はい、というわけでいろいろお話して長くなりましたけども、骨粗鬆症の薬の処方の考え方ということでお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、
皆さんこんにちは。イキキロコモチャンネル体操コーナーということで、はい、体操コーナーです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今日実はちょっと収録場所は違います、ね、ちょっとだけ違いますね、はい、新しい素晴らしい会場でしょうか。会場をまた別のところ、ちょっと隣の部屋ですけど ねちょっと事情がありまして、はい、今日は板の間なのでちょっと動きやすい感じもありますが、はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、今日はながらロコトレということで、ながらロコトレ第何回だったかな、4回、5回、はいはい、ただ最終回ということで、あ最終回、はい、来週から次回また違うということで、はい、大好評だったんですけれども、はいはい、今日の何かながらのテーマは、そうですね、どうしましょうかね、最後ということもあるんで、はい、あながらロコトレの最後、体にいいこと、体にいいこと、そうですね、体にいいこと、それでいきましょう。特に足腰にいいことみたいなのを、ね、やりながら、やりながら考えていく、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 持つかな、言っていくっていうので持つかな、はい、はい、まずスクワットから、スクワットからやってみましょうか、ようかなと思います、はいはい、じゃあスクワットの基本は足を腰幅、まあちょっと腰幅よりね広いぐらいで結構です、はい、でつま先は外に向けていただいて、ゆっくり、5、6秒かけて沈んで、はい、5、6秒かけて戻ります、はい、ということで、ね、あとはフォーム、フォーム的には膝がつま先より前に出ないので体が少しこう前にねお辞儀して傾いた方がももの後ろの筋肉いろんなことが働きます、はい、これあ危ない危ない、これ悪いやつですからね、崩しやすくなりますからね、少し前に傾いて、はい、手が前に出てっていうことでゆっくりいきたいと思います、うん、はい、足腰にいいことを言いながら、言いながら行く、はい、ながらロコトレ、一緒にじゃあ皆さんやってみましょう、行ってみましょう、じゃあレッツロコトレ、ロコトレ、思いつくかなあ、先生からもお願いします足腰にいいことですね、はいはい、じゃあ1回目いきます、はいはい、筋力トレーニングを行う、トレーニング、はい、お風呂にゆっくり浸かる、あなるほど、まあ、大事です、はい、じゃあ筋トレだったのでウォーキングをする、なんか運動系だな腰を冷やさない、おなんか違う角度からきますね、私そっち系で、はい、じゃあ片足立ち、バランストレーニングをする、バランストレーニング、ね、はい、転ばない運動ですね、はい、筋トレ前後でやっぱり軽くストレッチをするっていうのが大事だと思います ね、筋肉を柔らかくするのは大事です、はい、ちょっとリズムが合ってこなくなってきましたね、大丈夫じゃないですかね、はい、じゃあそこが問題だ、次いきますね、はい、はい、早くなってる、肉とか魚を食べる、いいですね、はい、タンパク質大事ですね、はい、大事ですね、はい、では少し冬なので日に当たるビタミン D ですね、 D ですね、これ非常に大事です、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、粘りましたね、いろいろ考えながらやってるんで、ね、ちょっと途中全くスピードがリズムと合ってなかったです、ずっと下で止まってたりしましたけど、足腰を動かすのと頭を使うっていうのは二重課題になるので認知症予防でね効果があるっていうんですが、なかなか難しいってことだけでも分かっていただければ、まずトライするっていうのは大事ですので、ね、失敗したら笑って、笑って笑ってごまかして、次頑張ろうっていうことで、はい、これ1回だけ、明日はまたね同じように考えて別なことを考えて、ながらロコトレっていうことでお願いします、はい、じゃあ今日の2種目目はいつもの片足立ちですかね、はい、片足立ちも1分ずつ、姿勢としてはまあやっぱり少ししっかりして、はい、その場でいいので足は床から浮いてるだけで結構です、そんな高く上げるとか、はい、こんなになるとかなくて結構です、はいはい、じゃあこれもまた足腰体にいいことっていうのを言いながらやっていきたい、体にいいこと、はい、やっていきたいかと思います、はい、はいということで、じゃあ今度片足立ち、はい、1分ずついきますので、1分ずつ行ってみましょう、レッツロコトレ、はい、はい、じゃあ片足上げてください、上げましょう、はい、はい、はい、なんでいきましょう、なんでいきましょう、じゃあどうぞ、私からですね、先ほどじゃあビタミン D が出たんで、ビタミン D いきました、はい、カルシウムの多い乳製品を取る、はい、はい、じゃあ食べ物系で、はい、納豆、やっぱりねビタミン系いいですね、納豆を食べるっていうのは食べられる人はね、はい、食べた方がいいと思います、はい、では、ビタミン D 日光浴以外ということで、はい、まあ、キノコとか、はい、お魚を取る、あお魚ね、ね、ね、はい、はい、キノコは特に椎茸は天日干しにこだわらなきゃいかんですね、
こだわらなきゃいけない、ね、機械干しが多いので、そこはあの、はい、効果は薄いので気をつけてください。はい、あ、それ1個だったんですね。じゃあ行きましょうか。私としてはこういうロコトレをこうお仲間と一緒にやる、あ、ね、いいですね、1人だとなかなか続きませんが、はい、お仲間と一緒にやるっていうのはいいと思います。はい、はい、これで1分ですね。1分ですね。意外に早いですね。はい、なかなか思い浮かんでないって話もありますが、はい、反対に足上げを、はい、はい、そしたらですね、お仲間とということもあったんで、うん、外に出る、外出するっていうのも、はい、いいことかなというふうに思います。いろんなところに出歩くっていうのは、はい、まあ、寒い中でもね、温まって出ていただければと思います、はい、歩くことにもつながりますのでね、はいはい、そうですね。私じゃあもう一つ、トレーニングしたことをカレンダーに丸をする、ね、記録をするっていうのは大事だと思います。はい、いいですね。確かに記録をすると振り返って、ね、だんだんね、やったかやんないか分かんなくなっちゃうので、はい、はい、分かんなくなっちゃうし、まずあの1日1回でもやったら丸をする、はい、いいですね。はい、で、じゃあ次、危ない危ない危ない、では私、危ない、ちょっと待ってください。あ、片足ですよ。危ない危ない危ない、ちょっとやっぱりこう考えてると考えてる。私はじゃあよく寝る、寝る、あ、はい、睡眠大事です、はい、よく寝る、睡眠大事です、はい、はい、ほら1分経ってしまいました。いや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 、経ちました。何個出たんでしょう、いやなんか1分の間に。そう、あ、ちょっと解説も ね、 ね、ありますけどね、解説しながら考えてるってこと、考えてるってことですけども、はい、非常に、あ、これ二重課題ですので、考えながら体を動かすっていうことで、はい、いわゆる筋トレだけではなくて、そろそろ私も認知症予防に考えて、今日はいい成果になるかなと思ってます。そうですね、はい、はい、ということで、じゃあ3種目目ですね。3種目目、はい、3種目目はいつもの通り、あの、かかと上げに、かかと上げなりますね。かかと上げは上げて、そうですね、あ、少し先生、少し幅ぐらい開いていただいて、はい、こう目線が変わるようにですね、しっかりと姿勢が上がったり降りたり、降りたり上がったり降りたりで、降りたり下ろすときはゆっくりでも効果はそんなに変わらないと思います。はい、はい、レッツロコトレ。はい、じゃあ3種目目、肩、かかと上げですね。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ私から行きましょうかね。はい、はい、痛い時は無理しない。なるほど、はい、それ大事ですね。はい、はい、朝昼晩忘れずにやる、あ、いいですね、大事だと思います。はい、じゃあその頻度についてですけれども、はい、週3回以上はやりましょう。そうですね、はい、3回以上運動しましょうですね。はい、じゃあ大事なことです。週1回は休みましょう。ああ、いいですね。休みも大事です、はい、やりすぎもいけません。はい、じゃあ、 あの風邪ひいた時、はい、体調悪い時は運動をやめましょう。ですね、はい、3日休んだ方がいいですね。ですね、はい、じゃあ休んだ後は、ま、いつもの半分ぐらいからやってみると、はい、いうことでどうでしょう。ですね、はい、あ、最後綺麗に終わりました。終わりました。あの、ながらロコトレ最終回、ながらロコトレ最終回、綺麗に終わったじゃないですか。シーンってなんか終わった気がしますね。はい、会場から大拍手、拍手が起こりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大好評のうちにこのながらロコトレを終了したいと思います。何かこう考えながらやるっていうことで、はい、いつもの筋トレだけではなくて、二重課題、認知症予防っていうことでもね、非常に効果あるようですので、はい、お試しください。お試しください。ということで、あの、ながらロコトレ最終回、生き生きロコモチャ体操コーナーでした。ありがとうございました。はい、生き生きロコモチャンネル、はい、おまけの体操コーナーということで、はい、今日はですね、はい、まあ、座りながらやる運動というようなことをちょっといくつか紹介したいかなと思います。ね、まあ、デスクワーク中とかですね。デスクワーク中でもね、なんかテレビ見て、ちょっと休憩でも、休憩の時ね、ということでやってみましょう。はい、先生、じゃあまず、はい、はい、じゃあ足の体操ですね。はい、まあ、ずっと座ってるので、少しお尻のあたりを伸ばす意味で、片方の足を両手で抱えていただいて、息を吐きながらふーっとなるべく胸の方に近づける、はい、5秒ぐらいしたら戻していただいて、反対もお願いします。まあ、この時になるべく背中が ね、 そうですね、丸くならないようにしっかりとした中でふーっとこう近づけていくような形で、はい、これこうなっちゃダメですね。ダメですね。こう背もたれに、私もキープしてますけど、これ楽ですからね。最初のここから多分棒を引いていただければ、私の姿勢が変わっていないのは分かるかと思います。こうイメージとしては体がこう近づく感じが、そうですね、はい、いいですかね。で、ももの後ろが伸びてきます。お尻の筋肉ですね、反対、はい、よいしょ、はい、
くり息をこらえないようにふーっと吐きながらお願いします。はい、はい、まあ、これでお尻の筋肉がほぐれてくると思います。はい、はい、そしたら2つ目はですね、はい、また別のお尻のこの後ろの方になりますけれども、ね、まあ、今度こう足を組んで、はい、組んでいただいて、はい、これで体をこう前に倒していきますけれども、つま先の方のではなく、はい、体をですね、つま先の方に向きの方、そうするとこの股関節のあたりが股関節の後ろあたりですねが痛いかなと思います。これはゆっくり15秒から20秒、はい、ゆっくりやっぱり息を吐きながらですかね、息を吐きながらやっていただくといいかなというふうに思います。はい、で15秒経ちましたら足を変えていただくということですね。はい、はい、体がこの靴の足の方ですね、はい、これもあれですね、 あんまり頭だけいかずに体全体がこう、うん、少しこう足はこう押さえる形でもいいんですかね。そうですね、うん、まあ、無理のない範囲で、はい、うわ、そうすると左右差がありますね、あると思うんですよ ね、どっちの方がいかないいくっていうのが曲げられる曲げられないっていうのがあると思いますので、もう一回ずついってみましょうか、ちょっとその、まあ突っ張りを感じる方はゆっくり長めにやっていただくといいかもしれないですね。これは前どっかの何回目かに一度紹介はしてるんですけれども、座骨神経痛とかですね、座骨このお尻の筋肉とかを伸ばす予防の運動にもなりますので、座骨神経痛の予防にもなるので、この2つは今ね、日本人は座りすぎっていうことでね、いろんなことでこう問題が多いよってことを言われて、そうは言っても仕事なんでね、その間にこうね、たまに立ったりとか座ったりもいいですけど、座ってる中でこういう運動っていうことで、まあ、体と頭をリフレッシュするってことですかね、はい、やっていただけるといいかなと思います。はい、いつでもどこでもできると思いますので、ぜひともやってみてください。よろしくお願いします。はい、おまけの体操コーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。36回丸3年も、はい、丸3年、無事終わりまして、はい、終わりました。はい、また桜川先生のお薬、はい、まあ、いろいろね変わったり理解するのなかなかあれですけど、まあ、でも要はお医者さんと相談するっていうことですかね。そうですね、よく、まあ、相談して、で、あと、まあ、ただこう薬のことを割とね理解して飲んでる薬が何だか分かんないけどもっていうよりも、やっぱりちょっと分かってる方がいいかなという気はしますね。だからぜひ、なんていうのかな、自分のための知識だと思うんで、ちょっとこうね考えながら繰り返してみてもらって、はいはい、ああそうですね、確かに、はい、ね、今日の話はね、はい、そうですね、はい、繰り返して、ね、繰り返していただければと思います、ね、と思いますね、本当にね、はい、分かりました。はい、運動の方も繰り返し見ていただきたいですけどね。ながらもいろんなシリーズがありますから。ながらロクトでも繰り返しますよ、はい、一緒にやって、一応レッツロコ3種類見られますからね、1日ね、レッツロコトレーニングを見ていただいて3回やってください、はい、1ヶ月何回も見ていただけるといいなと思いますけど、そうですね、はい、そうですね、はい、次回はどうしましょうね、はい、次回はまあどうでしょう、先生ずっとね、スリーやってたので、今度転倒っていうところで、転倒の大事です、まあ、大事ですね、転んで怪我をしたり骨を折るっていうのはなかなか悲しいことなので、まあ、どうしたらいいのかっていうことも含めてですね、今分かっていることを少し整理して、じゃあ私が、ね、準備させていただきます、はいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、じゃあ運動の方も転倒、そうですね、転倒予防シリーズということで、そうですね、やっていければと思います、はい、したいと思います、はい、じゃあ今年もね、頑張っていきますし、私たちも元気にやっていきますので、はい、はい、皆さんもどうぞお元気で、良い1年を、ということで、はい、じゃあどうもありがとうございました、どうも、じゃあねー。